まさかの下野ひろ一人でお届けいたします。びっくりですね。いやー、まあまあね、一番最初初回一人でとかだったらわかるんですけど、まさか最終回の2回、最終回を一人でお届けするっていうのもわかるんですよ。最終回1回前が一人って、いやー驚きですね。僕あんまりね、こう一人でラジオとかって全然やったことがないのでね、いやー喋れるかな、全然自信ないな、全く喋れない気がするな。もしかするとね、こうちょっと今回の放送なんですけど、放送事故みたいなことにねなるかもしれませんけども、まあそれはちょっと5分間ぐらいに沈黙があったら、あ、これは放送事故なんだなって皆さん思っていただけたらなと思いますね。はい。いやーでもなんでしょうね、何が一番不安ってね、本当に一人なんですよ。僕今までラジオやってきた中で完全な一人って初めてですね。構成作家もいない。そうなんですよ。今回ね、構成作家ぐらいはいるかなと思ったんですけれども、構成作家さんですね、なんと今回地でちょっと手術の方に行っているという話でね。いやー、このカニラジで彼いろんなこと起こりますね。ビンタされて、そのおかげで結婚し、だけど今回地で入院っていうね。いやー本当にね、いや昨日ね、その構成作家さんからメール来てたんですよね。ちょっと僕手術があるんでって言って、ただ置き土産があるんで下野さん楽しんでください、しめしめみたいな、そういうメールが来たんですよ。いやーまさかここでね、自分が痔の手術をしているっていうことをバラされるとは思ってないでしょうね。まあびっくりしてるかもしれませんけれども、まあなので今回構成作家さんもいません。いやーこれはますます不安ですよ、本当に。今現在ですね、皆さんに話しかけてますけど、ブースにいる下野ひろはキョロキョロしてます。なんとか、僕が喋れる相手がいないかなっていう風に探してね、ガラスの向こう側にいるスタッフ陣に対してね、今すごい話しかけておりますけれどもね。まあ、ということで今回まあ一人で頑張っていくわけなんですけれども、まあ一人だというところもありますし、もうすぐ最終回というところもあります。